もうここまで来ると詐欺と変われへんやん。でもな、証拠がないねん。バンジャー、はい、ミッキー、岡田です。今回は結婚相談所の闇シリーズ、こんな結婚相談所には絶対に入るなをお伝えします。最後にはハイクラス結婚相談所の詐欺的手法も包み隠さず公開します。今回は私、気合がめちゃくちゃ入ってます。命を懸けて話します。なぜなら、ここは私超得意分野だからです。断言しよう、私よりここを語れる人はまあいない。絶対日本一なんです。僕が、私ほど結婚相談所の無料相談に行った人いないから。だから今回は気合を入れてますよ。いよいよ私がこれまで培ってきた知識をネタを、いい結婚相談ちょっとダメダメ結婚相談所の見分け方を皆さんにお伝えできる日がやってきたんですよ。入会したらやばい結婚相談所、パッと考えた中ではこれくらい出てきますよ。ゲリラ相談所、あなたの理想だろ相談所、距離感おかしい相談所、実体なきハイクラス相談所、自分のことだけ仮入会相談所、無理やりカップリング相談所、うちの子に限ってバカ親相談所、犬盛り相談所、お前がやるのが条件重視相談所、いつになるの相談所、うちの子信じる相談所、好き嫌い優先相談所、嘘つき相談所、返しません相談所、ルール違反相談所、払い回し相談所、今ので大体15個ぐらい言ってたかな。全部やると長くなっちゃうので、今回は最も大事な一つを紹介しましょう。他のやつも随時アップしていくから楽しみにしといてください。じゃあ行きましょう。実体なきハイクラス相談所。結婚相談所が3000から4000社以上に増えてくると、差別化しないといかんなんでな、日夜熾烈な会員獲得合戦が繰り広げられてね。中でも特に悪質なのがハイクラス専門の結婚相談所やねん。聞いたことあるかな。医師や弁護士、会社社長や年収の高い人といった男性会員がたくさんいるっちゅう触れ込みのやつやな。これは女性に本当に気をつけてほしいね。ハイクラス専門の結婚相談所に騙されてる人が本当多いからな。そんなこと断言していいの？ミッキー大丈夫？って心配してくれてるよな。ありがとう。大丈夫やね。いいね。僕が10年かけてしっかり調査してきた上の結論やね。結婚相談所は男性天国。今の結婚相談所はね、男性と女性の割合が 6.5 対 3.5 くらいない。地域によっては 7.3 のとこもあるくらい。女性の方が圧倒的に多いね。それくらい男性会員が少ないってことな。条件のいい男性会員なんかさ、もうね、相談所から取り合いないよ。引く手あまた。条件のいい男性会員が入会すれば女性会員も喜んでくれるし、相談所としてもめちゃめちゃ楽やね。それでね、全国の結婚相談所全てがですよ、男性会員の新規入会を獲得することに苦労してるね。それをやな、結婚したいって本当に望んでいる医者や弁護士とかハイクラスの男性ばかりがいっぱい在籍している結婚相談所なんかな。日本一結婚相談所を回った私でも見たことないもん。そんな相談所ありえないと断言してもいい。全国でも数社の結婚相談所にはハイクラスの男性が在籍しているところもある。もちろん女性会員との比率で考えたらめちゃくちゃ少ないよ男性が。私はそこのシステムもよーく知ってます。女性会員からものすごい高い料金徴収して、男性会員にはただ同然で入ってもらうんですよ。そうなるとどんな集団ができると思う？もうね、遊び目的で男性が集まってくる。残念ながら入会してしまった女性会員のほとんどは、高い入会金支払ったから辞めるに辞められないというあり地獄に陥ってるね。はっきり言っておくよ。これをはっきり言うと、ハイクラスを売りにしている相談所から嫌われると思うねんけども、ハイクラス専門の相談所はこう説明するんです。当社には独自のルートがありますので、ハイクラスの男性だけが入会するシステムがあるんですっていうの。でもね、このシステムとか組織って業界関係者の中で誰も見たことないから、今まで。どんなハイクラス専門の相談所もね、何人のハイクラスの会員が在籍してて、収入はいくらで、在籍期間が平均どれぐらいかとか、今までどのぐらいの割合で成功が出ているかとか、誰もはっきり言えないんですよ。ここまででも十分やけどな、もっと深い裏の裏まで言おうか。この話聞いた時、代表者から直接聞いてんけど、血管ブチ切れそうになったもん。女性会員がたまに怒ってクレーム出てくんねんな。全然決まらないんですけど。これな、代表者から言わせると、もうな、相談所側からしたらめっちゃ嬉しい反応なんやって。もっとお金取れる会員って決定やねんって。そういう時相談所は、では別の特別なパーティーに参加しませんかとか言って、もっと高い違うコースに変更させんねんって。怒れば怒るほど料金釣り上がってお金がいっぱい出ていくってわけ。もうここまで来ると詐欺と変われへんやん。でもな、証拠がないねん。本当に実在してないんやったら悪質すぎるけれども、遊び目的の男性とかをただ同然で入会させているんやったら
誰にも嘘って証明できひんやん。そら恐ろしい話やで。もう怒るやろ。ハイクラス相談所の一番あかんところ、最大級にマキシマムにね、ここだけは絶対に知っておいた方がいいよっていうことを言いますね。ハイクラスの悪いとこなんぼでも出てくるな。確かにね、女性が結婚するんなら男性の年収高い方がいいやん。ここは否定せえへん。俺も男だって女性に美しさや清楚さや家庭的を求めるやん。一緒やろ。それは女性みんなが持ってる感情やしな。結婚って思いだけで成り立つもんでもなくて、生活があってこそ成り立つもんやから、年収とか地位とか望んでしまうのは当たり前やん。でもな、そこをそこまで大事に思ってない女性もおんねん。私も働くし、二人で力を合わせて頑張っていこうみたいな。かわいい、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 かわいい。ごめんごめん、こういう男は好きやねん。で、片や高収入、高学歴、高身長を望む、いわゆる参考男性を求める女性もおるやん。ハイクラス以外の男性とは結婚しません、しもじもみたいな。どっちが可愛いよ。そんなん決まりきってるやんか。ほとんどの男性が一緒に頑張ろうって言ってくれる女性が好きやんか。ってことはやで、ハイクラス専門に入ってる女性って周りからどう見えると思う？もうね、正直に言うとね、最低なのよ。申し込まれた男性のカウンセラーからしたらな、ハイクラス専門の相談所の女性会員から申し込まれたならば、はいはい、あなたお金が目当てでしょってなるね。だからね、結局普通の相談所に入って活動する方がええってことになんねん。高いお金払ってる意味が全くないっていうか、実はマイナスになるっていうな。これ最悪じゃん。まあここまで結婚相談所の闇について、中でも実態なきハイクラス相談所について随分と踏み込んだ内容をお伝えしました。普通の結婚相談所の方がいい。だから僕は声を最大ボリューム、喉が潰れてもいいぐらいで伝えたいんですよ。皆さんにハイクラス専門の結婚相談所に在籍してる男性会員よりも、全国の大きな連盟に所属している男性会員の方がはるかにはるかにはるかに人数も多いし、年収や学歴も高いハイクラスの人はたくさんいます。まだね、これを言ったらハイクラスの相談所本気で怒るし、おいおい暴露するんじゃないよって怒り狂うだろうけど、私は言うよ。騙される女性を減らすために言わせてもらいます。ハイクラス専門の相談所っていう触れ込みなのにね、その実、自分のところも中身は大きな連盟に加盟しているだけで、一般的な普通の相談所と全く同じシステムを提供しているだけっていうことがめちゃくちゃ多いの。ハイクラスって言ってるだけで普通やでってこと。今そういう悪質なハイクラス専門の相談所で活動してる女性には本当申し訳ないねんけども、残酷かもしれんけど真実を伝えさせてもらった。まあたくさんいるよ、罠にかかった女性たち。これがね、女性たちがね、簡単に騙されるんが、ちゃんと理由あんねん。それはね、そういうところのカウンセラーってね、めちゃめちゃええ感じに見える人を雇ってんねん。どこの相談所よりもやり手に見える人多い。なぜなら、ボロ儲けしとるからね。だって嘘ついて商売してんねんもん。そら儲かるやん。その分な、いい人件費払っていい人雇ってることが多いねん。足踏み入れたら最後、根こそぎ持っていかれることがあるから、本当に本当に本当に気づけてな。まとめ、今回の話どうやったでしょうか。かなりの暴露してるんで、当事者からしたら気分悪く思ったかもしれんな。でもこういった悪質な相談所に入会しないためにも、もう一度おさらいしとこう。ハイクラスを売りにしてる結婚相談所は入会したらあかん。なぜなら、収入面や学歴、家柄など比べたら、ハイクラス専門の相談所に在籍してる男性の数よりも、全国組織の連盟の方が人数は圧倒的に多いし、レベルも高いって言ったよな。女性である以上は、結婚相手に年収や安定した仕事を求めるのはある意味仕方ない。その気持ちを否定することは一切ない。ハイクラス専門っていう謳い文句で、通常の連盟のシステムを提供しているだけの結婚相談所が多い。こういう相談所は大抵独自のネットワークから男性会員が多く集まってきてますって言うねんけど、そんなネットワークを確認したことある業界関係者は一人もいません。という衝撃の真実やったな。ハイクラス相談所のスタッフはやり手が多いから騙されてしまうから気ぃつけなあかんってことも言ったな。もう一つ付け加えると、ハイクラス専門の相談所に在籍している女性会員からの申し込みは、一般的な相談所に所属している男性会員から敬遠されることが多いってことな。ここが特に悪いポイントって言ったよな。はい、以上、今回はハイクラス専門の結婚相談所の闇を暴露しました。しかしながらですよ、ここが難しいとこやねんけども、別の評判のいい相談所に入会したからって必ず幸せな結婚ができるのかって言ったら、そうとも言い切れへん。結局は会員さんとカウンセラーの相性が重要で、ぜひな、結婚相談所に入会する前に担当してくれるカウンセラーとじっくり話してみて、ちょっとでも引っかかるとこがあったら別の相談所に話聞いてみてな。納得してから入会するってことをやってな。ぜひいい結婚相談所に入会していい出会いをしてほしいと思います。今回の動画が役に立ったなら、チャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。皆さんからの感想やコメントもお待ちしてます。これからも一生懸命動画作っていきますので、よろしくお願いします。じゃあ。